お疲れ様です。猫色チャンネルです。というわけで皆様お久しぶりでございます。というわけで今回なんですけども、以前からダイソーさんに売っていた商品で最近再販された商品ゲットできましたので、そちらをご紹介したいと思います。はい、じゃあ今日まず紹介する1品目こちらになります。ででん、はい、マッコリカップということで、これ以前から発売していたんですけども、こういうねシェラカップなんかにこうスタッキングができるいい感じのマッコリカップ、これがねやっと再販されたんで購入してきました。はい、こちらのマッコリカップなんですけども、材質はアルミ製になっております。ということはですね、皆さん、はい、これセリアのシェラカップリットなんですけど、はいはい、あとはもうお分かりですよね。これがあれば 0.5 号炊飯ができるのではないでしょうか。ただですね、こちらの商品残念ながら直火が禁止されておりますので、まあできるとは思いますよ、これは普通にできるとは思うんですけども、こちらで炊飯する際は自己責任でお願いします。まあここにねキャンプの時に、まあ、マッコリカップっていうぐらいですから、マッコリ入れて飲んでもいいですし、焼酎入れて飲んでもいいですし、ウイスキーロックで飲んでもいいですし、コップと言わずにね、ちょっとした器代わりに使うのにもちょうどいいサイズなので、これは1個持っといてもいいのではないでしょうか。本日1品目はこちらのマッコリカップをご紹介させていただきました。はい、本当に完璧だよね。はい、続いてなんですけど、こちらですね、ででん、はい、マッチケースということで、市販されているマッチを入れておく収納ケースになってます。はい、これもね欲しかったんですけど、発売した当時私手に入れることができなくてですね、最近再販されたのでようやくゲットしました。ちょっと中見てみましょうか。はい、こんな感じのめちゃくちゃコンパクトなタイプのマッチケースです。そしてこうスライドできるタイプになっておりますね。で、私思ったんですよ、これ、まあ、これね自作のアルコールストーブ作れそうだなと思ったんですよ。火力調整もできるしいいんじゃないかなと思ったんですけども、いかんせんね容量があまり入らないので、ちょっと自作アルコールストーブするには物足りないかなという感じです。はい、なんでねこれは普通にマッチ入れとして使ってやるのはちょっと武骨だし、デザインもシンプルなんでいいのかなと思いまして、こちら1個買ってきました。はい、というわけで2品目はこちらのマッチケースですね。はい、はい、続いてなんですけど、セリアさんの方で買った商品ですね。はい、まず1個目がこれです。ででん、フィッシング収納ボックス用座布団というふうに書いてあるんですけども、まあ、これ何ぞやと言いますと、はい、釣りをやる方であればおなじみのこちらのタックルボックスですね。こういったタックルボックスがあると思うんですけども、こういうものだったり、あとはクーラーボックスにこいつを、あ、これちょっとちっちゃいか、これを乗せてやることで椅子代わりになるっていうような商品になってます。はい、なのでこれキャンプの時に多分皆さんクーラーボックスは持っていかれると思いますので、まあ、ソロなんかでやる時だったらこのぐらいのクーラーボックス1個あれば全然足りると思うんですけど、まあ、これを持っていってやることによってクーラーボックスが椅子代わりになるので、ベッド、チェア等を持っていかなくても済んじゃうというような商品になっております。まあ、これ自分はちょっと釣り用で使えるかなと思って買ってきたんですけども、キャンプでも使えるのではないでしょうか。はい、ですいません、釣り関連続いちゃって申し訳ないんですけども、続いてこちら、ででん、はい、ルアーフックホルダー 2P ということで、こちら釣りやる方は見たことありますかね。こちらは釣り竿、まあ、いわゆるロッドにこちらを固定してやることで、まあ、ルアーをつけたまま、ルアーをもうセットした状態で、まあ、このフックに引っ掛けてやることで、そのまま
持ち運べるっていう商品なんですけど、これね普通に買うとね100円じゃ買えないさ、1個でいくらか300円とかしますよね多分。こういう商品なんですね。これ100円じゃ買えないですからね。そしてなんとですね、セリアさんの方にOD 缶のガスバーナー売っていたんですよ。なんでねちょっと私ちょっと驚いてしまいまして、思わず買ってしまったので今日はそれを皆さんに紹介したいと思います。はい、セリアさんの方で売っていた OD 缶タイプのガスバーナーですね、ご紹介します。ででん。はい、こちらですね、アウトドアギアトイコンロということで、すいません、おもちゃのバーナーでした。単4電池を2個使用で使えるということなので、ちょっと電池入れてみましょうかね。はい、はい、電池入れました。ではちょっと着火してみましょうか。はい、あれあれ着火しないぞ、なんだこれ、不良品か。はい、申し訳ございません、電池の向きが逆でございました。はい、じゃあ気を改めてこちらですね、着火してみたいと思います。着火。おこういう感じらしいですなるほどね、これはいいですね、100円均一で OD 缶タイプのガスバーナーが買えるなんてね、思いもしませんでした、ね、こういうねシェラカップでほらお湯を温めたりいろいろできると思います嘘です。はい、というわけで本日のオチはこちらですね、おもちゃのガスコンロご紹介しました。お子さんにいかがでしょうか。はい、というわけで今回は 1,2,3,4,5 品ですね、5品ご紹介させていただきました。また最近ねいろいろダイソーさんでも新商品がちょいちょい入ってきてますので、もしかしたらセリアさん、キャンドゥさんの方でも新商品がね続々と発売されるかもしれませんので、引き続きチェックしていきたいと思います。まあ、皆さんの方でもこんな商品あったよ、こんな新商品あったっていう情報ございましたら、ぜひぜひコメント欄の方にお願いします。というわけで最後までご視聴ありがとうございます。この動画がいいと思ったらグッドボタンぜひぜひお願いします。また次回の動画もお楽しみにということで、バイバイ。